のか、和菓子屋の娘があんこ飽きたとか言わないの。お店に聞こえるじゃない。ごめんなさい。ちょっと待ってて。病院の方に顔出してるところだから。確かに。ですがそう簡単に生徒が集まらないからこそこの結果なのです。何か良い方法があるんですか？おめでとう。でもこれ全部あなたの私物？いや、あの、立つ鳥跡を濁さず、皆さんのためにもちゃんと片付けていきなさい。チカちゃん、後ろ、おば、おばけ。わ、お母さん。え、堕天使の何よい。よしこ。ちょっといい？え？沼津の方でもらってきたんだけど。はい、皆さん、宇宙一の応援の準備はバッチリですか？ってことになってると思う。あの子たち。カノン、似合ってるわよ、制服。うん、似合ってない。まだ受験の失敗引きずってるの？繊細だから。いいから、うん、今日は座ってて。私とお母さんでやるから。ごめんね、料理手伝えなくて。何言ってるの。かなちゃんがせっかくお友達連れてきてくれたんだもの。こんな時くらい母親らしいことさせて。ゆっくりしていらしてね。ありがとうございます。お姉ちゃんだよ。おかえりなさい。走ったら転